アメリカ司法省は8月13日、イエール大学が入学の専攻過程で、アジア系と白人の学生を差別したことで、連邦公民権法に違反したと発表しました。このことを申し立てたアジア系アメリカ人教育連合は、司法省の動きを称賛しました。2年間の調査の結果、アメリカ司法省は13日、イエール大学が入学の専攻過程で、 アジア人学生と白人学生を黒人学生より差別していると発表しました。このことは1964年の公民権法に違反しているため、イェール大学が是正措置を講じなければ閉鎖する用意があるとしています。 因为川普政府在2017年底的时候呢，就已经对哈佛大学进行调查，2018年又采纳了我们对大学录取的政策建议。昨天呢，他们再次回应了我们2016年对耶鲁大学提出来的民权申诉。司法省はイェール大学弁護士団への手紙の中で、毎年何百人ものアジア系や白人の学生が 人種的背景だけを理由にイエール大学への出願から排除されており、このような人種差別的手段は志願者への不当かつ違法な懲罰であると指摘しています。しかしイエール大学はこの主張を完全に否定しています。アジア系アメリカ人教育連合の主席、張ウクウ氏は、この逆差別の根源は長年にわたるアメリカの左翼主導の教育政策の失敗にあると考えています。 1960年代、アメリカでは黒人運動やフェミニズム運動の結果、人種差別を禁ずる公民権法が誕生しました。教育や雇用の面でマイノリティや女性に特別な待遇を与えることに重点を置いています。 しかし、その実施にあたって、機械の平等を追求するのか、結果の平等を追求するのか、常に論争がありました。NTD ジャパン,ンがお伝えしました。